留学とは、自国以外の国に在留して、学術、技芸を学ぶことを言う。3ヶ月以内を短期留学、それ以上を長期留学という。講義には、自国内の遠隔地に生活拠点を移して、学術、技芸を学ぶことを含める場合もある。留学している人を、留学生という。用の東西を問わず、古来より、学問修行や、 見聞のための人間の移動は盛んに行われており、とりわけ中世における大学の成立と発展は、民族、文化の異なる若者たちの留学に支えられてのものであった。さらに、ルネサンス以降は、外国留学の教育的意義が強調されるようになり、外国への旅行や留学によって、教育は完成するとの考え方がある層などによって、確立され、留学する層も広がった。 近代における留学は、欧米では依然として、以上のような人格感性を意味していたのに対して、かつての日本など近代化を目指す国にとっては、国を代表して、先進の文明を学んでくるといった教えが加わり、現在の留学のニュアンスにもその名残が感じられる。これらの留学生は、自国に戻ってから、政治、経済の近代化に大きく貢献した。とりわけ、インド、ベトナム、 カンボジア等の旧植民地諸国では、創始国への留学生が中心となって行われた。一般に国が発展途上段階にあり、留学先の国との近代化の程度のギャップが大きい、場合ほど留学によって得た知識が生きる可能性が大きいと言えるが、留学先が自国に比して、顕著に先進的な国である場合には、留学費用などの点で、完備留学や、 社費留学などのシステムが整備されていないケースには留学が難しくなる。また、自国が発展途上の段階にある場合には、そもそも出国や留学先の入国に法律上、事実上の制限があったり、外貨持ち出しの制限など、経済的な制約が強い場合が多い。しかし、それでも一部の国では学費が無料であったり、あるいは留学生に援助金を出したりするところもある。 ため発展途上国から留学学する学生も多いそして、グローバル化が進む中で、先進国から途上国への留学も見られるようになり、今日の留学は、相互交通的、多元的な時代に入っている。文化や、制度や習慣、常識は国によって大きく違うことから、留学する際には、事前調査と計画をしっかり立て、 カルチャーショックなどにも備えておく必要があるとされるが、また逆にそうしたことから、自国の文化や制度、価値観や常識を見つめ直すことができるのも、留学の利点とされ、近代化の枠組みを超えた、外国語の習得や様々な人脈の形成、自己啓発、自己鍛錬などを同期とした留学が、後進国でも増えている。語学留学の場合、アメリカ、イギリスを中心にした、 英語留学や、フランスでのフランス語習得、ドイツでのドイツ語習得、中国、台湾での中国語習得などを目的としたものが一般的となっている。国内留学については、都市部の学生が国内の地方に留学し、通常の教育のほかに自然体験などを行う山村留学や、館長や学校などの教職員が現職のまま国内の他の大学や、 研究機関に派遣される内地留学が行われている。自己負担による留学。完備留学に対応する概念として存在するが、企業の従業員が企業の費用負担で派遣される留学に対比して、自らの出費にて留学する場合の概念としても用いられる。国が費用を負担する留学。若手官僚等を将来、国の役に立つ人材として育成するために行う。 日本では1966年から行政官長期在外研究員制度によって毎年300数十人が留学している。ただ、留学終了後に所属期間を辞め転職したり、母国へ帰らずそのまま現地に居座ることが問題になることがある。日本では2006年に留学から一定期間を経ずに本人の責任によって退職する場合は、 留学費用の返済を義務付ける国家公務員の留学費用の召喚に関する法律が制定された。内外の財団等による留学。大学在学中に留学できるものや、ロータリークラブなど、大学卒業後に留学できる制度もある。留学終了後の進路は自由。企業が費用を負担して、従業員を派遣する留学。完備留学と同様、転職などの問題がある。 各国大使館を通して応募する留学、留学先大学、専攻など、専攻後も接衝が必要。島国である日本では、留学の歴史は古く、古来から新知識、新技術は海を越えて大陸への留学によって持ち帰られたものだった。古代の日本において、稲作、金属器、文字、仏教などは主に中国大陸。 朝鮮半島からのトライ人によって伝えられたものであったが、6世紀末頃からは、大和王権による中国への留学生の積極的な派遣が始まり、新知識、新技術の吸収が本格的に行われるようになった。記録に残されている最初の留学生は、588年にくだへ派遣された全身にら5人の若い山で、 受会の法を学び590年に帰国している。この頃の日本には造船や操船の技術が未発達で、留学はまさに命をとしての一大事業であった。奈良時代以降の検討し検隋士に付き従った学生、学問像はまさにそれで目的地にたどり着けないもの異国で学業を身につけたものの修正帰国できなかったものも少なくない。 県随使に付き従った高向の原理、水淵昌安らは、二0から三十年にわたって中国で生活し、帰国後は、律令国家の建設において大きな役割を果たした。また、県陶使が派遣されるまでは白木にわたる層も少なく、なかった。県陶使と共に派遣された著名な学生、層としては、道明、き美まきび、安倍仲間ロラがいる。なお、 留学生という言葉が生まれたのもこの頃である。平安時代に入ると、受益の制度による短期間の留学が主流になり、検討士と共に帰国するケースが増えた。最長と空海は、天台と密教を学び、最後の検討士には、縁人が同行した。この頃の留学の費用は、日本の朝廷から支給され、中国での生活費は、中国側から支給されるのが、 一般的であった。9世紀半ばの剣闘士断絶後は、エンチンなど、商船に乗って、等に渡る層が見られるようになった。12世紀に入ると、大陸、南宗との交流が、盛んになり、大陸仏教への関心も高まり、長元英才、佐都市おもねら各派の層が、相次いで、南宗に留学した。とりわけ英才による、帰国後の新宗教活動は、国内の僧に、 大きな影響を与え、その後、道元や革新らの積極的な留学を呼ぶこととなった。現行後は、大陸との関係が途絶するが、14世紀初頭から、私的留学を行う僧羅の渡航が、活発化し、秋夜にかけて、留学像の往来の最盛期を迎える。雪村とも梅ら長期にわたって、禅を学ぶ者が多かった。しかし、室町時代に入ると、 和光対策のため日民貿易以外では中国への渡航が禁止される。その後、戦国、安土桃山時代の天正剣王施設、朱印船貿易、江戸時代の鎖国体制においても事情は変わらなかったが、異国への窓口であった長崎への国内留学によって、細々とではあったが海外からの文化が国内に入っていた。江戸時代後期には、 輸入された学問や科学が乱学として徐々に広まっていった。近代日本における外国への留学は幕末に始まり、1862年に江戸幕府が初めてオランダへ留学生を送り、ついでヨーロッパの諸国へも派遣している。また、長州や薩摩などの諸藩も相競い合うようにして英国やフランス、アメリカなどの各国へ若者たちを派遣した。 1866年には留学のための外国渡航が幕府によって許可されるに至り、これら幕末期の留学生は約150人に達した。明治時代に入ると、明治政府は近代化、欧米化を目指して、布告強兵、植産工業を掲げ、この中で外国留学が重要な国策の一つとなった。明治4年9月までの留学生は英国107人。 米国98人を筆頭に281人を数えた。岩倉施設団の派遣では留学生が随行し、司法制度や行政制度、教育、文化、土木建築技術などが輸入され、海外から招聘した教授や技術者によって紹介、普及されていった。それだけではなく、明治期以降、海外の優れた制度を輸入することや、 海外の先進的な事例の調査、かつまた国際的な人脈形成、さらには国際的に通用する人材育成を目的として、完備留学が制度化された。無論、ある程度の財力を持つ人々やパトロンを得たものの、中には、私費留学によって海外での研鑽を選ぶ場合も見られた。明治年間のこうした監私費留学生は全体で、 約24,700人に達するとされ、また1875から1940年の間の文部省による官備留学生、在外研究員は合計で約3,200人を数える。この間の著名な留学経験者として、伊藤博文、井上香織、桂太郎、津田梅子、大山捨松、森尾貝、夏目漱石、中江町民、小村寿太郎、 東郷平八郎、高橋恒紀与、三浦森寺、高橋淳太郎、湯川秀樹、浅永新一郎らがいる。第二次世界大戦後は、フルブライト奨学金制度による学術留学及び研修留学や、ロータリークラブによる海外生活体系を目的とした、留学、大企業による社費留学が制度化され、多くの人が海外へ行けるようになった。その目的は、 海外の人々との交流であったり、学術研究レベルや行政、経営能力を引き上げることにあった。また、当然のことであるが、国際人として通用する人材を育成するために、国として制度化した部分もある。サンケースカラシップと2つ後のコンクールドフランセなどの公費留学も行われた。1985年プラザゴイン後の急激な円高傾向を受け、留学は、 より身近なものとなり、その目的や動機は多様化の一途をたどっている。これまで日本の高等教育では、例外的に水準の低かった経営学や金融工学を学ぶため、ハーバード大学等有名大学のビジネススクールで MBA や研究機関で博士号の取得を目的とした学術的なものから能力の向上のみを目的とした語学留学、 海外での生活体系を目的としたワーキングホリデー、その他看護や児童英語教師の資格の取得を目的とするものなどがある。ただし、多元的な国際交流の時代に入ったとはいえ、依然として欧米への留学が主流をなしている。また、パリ商工群などを現地社会に対する適応障害を訴えるケースも見られるようになった。民間財団や日本学術振興会の 海外特別研究員の制度によって留学助成が行われているものの、その門戸は狭く、今日の留学のほとんどは私費によるものである。留学市場の拡大と各国の入国審査基準の複雑化によって、留学エージェントが数多く参入し、より安価で安全な留学やホームステイが可能となったが、同時に悪質な留学エージェントによるトラブルも起きている。他方で、 完費留学については、バブル期以降に留学した公務員が留学終了後、わずか数年で転職するケースが問題となり、2006年6月、国家公務員が国費留学の後、5年以内に退職した場合、費用返還を義務付ける留学費用召喚法が施行された。また、2001年の法改正により、国民健康保険に入っていれば、 日本国外での保険対象内の医療費についても、後で差額を請求することができるようになった。ただし、一旦は全額を自己負担する必要がある上、日本国内における医療費の値段が基準になる。また、一年以上の長期留学の場合は、国民健康保険から脱退しなければならない。文部科学省の飛び立て、留学ジャパンで留学生が現地の日本人から、 性暴力を受ける事案が繰り返し発生するなど、留学生が性暴力、セクハラなどを受けることが多い。そのため、2020年に被害者が集まりウェブサイトを立ち上げるなど、啓発活動を行っている。また、2021年には、白意みのり文部科学省高等教育局長が対応を検討することを表明した。外国からの日本への留学生の受け入れは、 1883年に朝鮮からの留学生44名を慶応義塾が受け入れた頃に始まる。日清戦争以降は主に中国からの留学生が増加し、日露戦争後の1906年頃には全体で1万人に達した。早稲田大学などでは新国留学生部という中国人留学生専用の学部があった。日中戦争が始まると、 中国からの留学生はほとんど帰国したが、植民地からの留学生招致や、港特別留学生制度による指導者育成など、国策的な留学制度は続けられた。戦後、国際復帰を果たした日本は、国際親善、国際貢献の一環として、発展途上国への教育協力を目的として、1952年にインドネシア政府からの派遣留学生を受け入れ、 さらに1954年には国費外国人留学生制度を発足させた。外国政府からの派遣の留学生は、その後、中国が1978年に開始、マレーシアが1984年に開始、さらにブラジル、タイ、シンガポールなどが続いた。また、来日した留学生に対しては、日本国際教育協会が1977年に、 設立され、1934年に発足した国際学友会などとともに、その支援、女性活動も活発に行われるようになった。日本の外国人留学生数1983年の中曽根内閣による21世紀への留学生政策に関する提言、翌年6月の21世紀への留学生政策の展開についての中での、いわゆる 留学生10万人計画の提言を受けて、その実現に向けた政策が取られるようになり、1990年代後半には一時停滞したものの、主にアジア諸国から日本への留学生が急増し続けている。2006年の外国人留学生の総数は117,927名で、 日本政府から奨学金が支給されているのは約10%の9869名である。したがってほとんどが私費留学生である。私費留学生のほとんどはアルバイトに従事しており、その職種は飲食業が最も多く以下、営業、販売、語学教師と続く。こうした中で留学生全体で学業成績など質の低下が見られること。 留学目的である学位を取得できないもの,の存在、本来就労目的でありながら、留学を隠れみのにした入国、不法滞在などの問題点も指摘されている。2003年末には、旧坂田短期大学の多数の外国人留学生が、アルバイトのために、首都圏に移り住み、風俗産業に従事していたケースが報道されて、以来、留学生に対する、 社会的懸念が高まっている。2007年6月には、風俗店を経営していた、立命館大学の中国人女子留学生が、入管難民法違反の容疑で逮捕された。2007年1月現在の不法残留者総数は17万839人であったのに対し、留学の在留資格から不法残留者となったものの、数は7448人に達している。 就労目的の外国人留学生への規制外国人留学生による不法就労問題には規制がある。就労目的の外国人が留学生に偽装することを防ぐため在籍管理が徹底できない二部には外国人留学を認めないとする規制である。これは出入国管理及び難民認定法に基づく法務省令に もっぱらや間通学する教育課程に在籍する者には留学の在留資格の取得、更新を認めないと規定されていることによる。このように、もっぱらや間通学する2部の学生に対しては、就労目的の者が留学生に偽装できないよう、留学の在留資格が与えられないなど厳しい規制が設けられており、文部科学省は外国人留学生の在籍管理を徹底し、 規制を遵守する、洋格大学へ指導を行っている。現に、日本で最も多くの留学生を受け入れてきた、早稲田大学でさえ、2部の第二文学部だけは、留学生の受け入れが禁じられてきた。先進諸外国の外国人留学生数を見てみると、アメリカ合衆国が約56万人、英国が約36万人、ドイツが約25万人、フランスが 約27万人と日本を大幅に上回っていることから、文部科学省などは留学生数のさらなる拡大と支援のために、留学生30万人計画を打ち出し、2008年7月にその骨子を策定した。同骨子によれば、日本留学への関心を呼び起こす動機づけや情報提供から入試、入学、入国の入り口の改善、 大学等の教育機関や社会における受け入れ、体制の整備、卒業、終了後の就職支援等に至る幅広い施策を行うことで、2020年までに留学生、受け入れ数を30万人にまで増やすことを目標としている。この計画を実現するため文科省は2009年に海外の学生が留学しやすい環境への取り組みを行う拠点大学を選定し、これに 財政支援を行う国際化拠点整備事業を実施すると発表。審査で選ばれた東京大学、京都大学、早稲田大学、慶応義塾大学などへ年間2から4億円程度を5年間交付し支援を行うことになった。アメリカ合衆国は世界各国からの移民や留学生が非常に多い。中でも大学院においては過半数を留学生が 占めることも珍しくはない。近年では特にインド、中国、韓国、日本、台湾などアジアからの留学生が多い。学年度は9月頃から始まるが、1年のうち複数の入学時期がある学科や大学も多い。しかし同時に教育の質が高ければ高いほど学費も高額である傾向があり、俗に一流と呼ばれる大学では、 年間の学費が日本円にして300万円を超えるところも多い。評価は厳しくなされるが、あらゆることにおいて交渉の余地があり、様々な例外が認められることが多いのも特徴である。複数の専攻過程を並行して取る人も珍しくなく、専攻や専門にとらわれず様々な講義を取ることができるのもアメリカの大学の特色である。留年者や休学者、 編入者や大学者は日本の大学に比べて多く4年制大学であっても4年で卒業する人は全体として少ない傾向にある。学生は講義においては積極的に質問や議論をすることが求められ、それらは成績に直接反映される。大学院に進学する場合には学部の成績も先行時に影響し、さらには平均以上と評価される大学の場合、 一定以上の良い成績を保っておかなければ、退学になる制度が設けられているのが一般的で、入学者の半数以上が退学する大学もある。これらの理由から、講義をしばらく受けてみて、その講義を取るかどうか考える期間が与えられる。この退学、評価制度は、高度な内容の講義を学生が積極的に取りたがらない傾向を生じさせたり、 教養が身についている人とそうでない人との差をいそう、拡大するという負の一面もある。他に、日本にはあまりない北米大学の特色として、両性のところがあることや、フラタニティが組織されていることなどが挙げられる。留学の際に、十分な英語力を示すために、トーフルのスコアの提出が、ほとんどの大学、大学院で要求されるが、 大学の内容についていくだけの英語力がないと判断された場合、大学付属の英語学校に通うことを要求もしくは推奨されることがある。そのような英語学校は一般に大学に付属してはいるものの、教育機関としては独立した学校であることが多く、仮にその英語学校で要求される成績を出せたとしても、それだけで付属の大学に入学できるとは限らないので、 入学要件をよく確認する必要がある。大学や大学院の学位取得のための留学だけでなく、短期留学や語学留学、あるいはコミュニティカレッジへの留学も多い。また、留学エージェントなどの代行業者を利用する人もいる。住居については、大学寮に入る人、ホームステイを利用する人、大学周辺のアパートを借りるなど様々である。 留学生向けの様々な種類の奨学金制度が存在する。アメリカにおいては、奨学金というと返済義務のないもののことを指し、返済義務のあるものは、貸付金と呼んで区別される。アメリカ合衆国は夏時間を採用しているため、現地時間3月第2日曜日午前2時 -11、月第1日曜日午前2時の間は、 日本との時差がずれるので注意が必要。州立大学の校でも述べられているように、カリフォルニア州立大学とカリフォルニア大学のように、同じ州内に違う名前の州立大学が独立にいくつか存在する場合がある。アメリカ合衆国は平均すれば、日本と比べて治安はあまり良くないが、地域によってかなり異なる。 比較的安全な地域と危険な地域が隣り合わせになっていたり、同じ街でも場所、時間帯によって治安はかなり変わることがある。なお、ほとんどの学校では治安情報についてオリエンテーションがある。また、アメリカ合衆国は一般人の銃の所持が認められており、中には校内への銃の持ち込みを規制している大学も、あるがごく少なく、銃乱射事件などが学校内で起きている。 他人の家の敷地に無断で入り込んだだけで発砲されることもあり、日本人留学生射殺事件などが起きている。隣国のカナダも一般人の銃の所持が認められており、銃の保有率も高いものの、人口密度が高い都市であっても、アメリカと比べて銃犯罪や事故の発生率が非常に少ない。アメリカ合衆国は、現在のところ日本のような国民健康保険制度がなく、 それなりに良い診療を受けようとする場合、基本的には医療保険は民間企業のものしかない。医療費は日本に比べて非常に高額であり、病院や保険会社とのトラブルも多い。例えば救急車を呼ぶだけでも日本円にして数万円単位の金額を請求されるほか、緊急手術で入院などになった場合には数千万円単位の金額が請求されることも珍しくはなく、 それによる破産も多い。外務省も、米国の医療費については、注意を呼びかけている。例えば、日本で盲腸の手術をする場合、手術代は7万円以下の金額で、入院費を含めても30万円を超えることは、あまりないが、ニューヨークで盲腸の手術をする場合、手術代だけで、日本円にして、平均240万円以上かかり、入院時の部屋代も、非常に高い。 米国の個人破産は半数が医療費によるものであり、しかもその破産者の大半は民間の医療保険加入者である。緊急でない場合には低所得者向けの医療保険制度もなどにより非常に安く治療を受けることもでき、米国民で基準以下の貧困層であればメディケードという医療保険制度を利用することもできるが、いずれも一般に診療の質は低く制約が多い。 例えば、この場合は、医療費が安く済ませば、ボーナスが出る、あるいは、病院の負担が少なくて済むなどの事情により、民間の医療保険の時とは逆に、必要な検査まで極力やらないようにする傾向がある。上、数ヶ月待たされることもある。一般に留学生には、医療保険への加入が義務付けられているが、大学側が用意、推奨している保険も、契約内容を、 よく確認して選ぶ必要がある。米国の多くの大学の民間の医療保険のプランでは3割から5割は自己負担になり、治療、救援費用の保証金額が30万 US ドル以下であることが多い。非保険者最高負担額などには特に注意すべきである。日本の保険会社の留学保険の場合は、その多くが自己負担率はゼロであり、中には 保証金額が無制限のものもあり、出国してから大学に着くまでの間も保証されるほか、空港での荷物の遅延、損失、観光葬祭や休病などによる緊急一時帰国費用や損害賠償、弁護士費用なども保証されるような様々なプランが用意されている。しかし、中には提携している保険会社の保険しか認めないという病院などもある。大学院、分野によって、 制度や評価、習慣が違う。また、留学生が非常に多い。アメリカ合衆国への留学生の総数は55万人以上で、そのうちおよそ半数が大学院留学生である。正規入学で留学を試みる場合でも、多くの国に試験会場があり、基本的には米国に入国せずに入学先行に、必要な書類や試験成績のすべてを用意できることが多い。ただし、 分野や大学院によっては対面面接を要求されることもある。博士課程は修士課程の後に設置されている場合と修士課程と並列して設置されている場合とがあり、どちらが一般的かも分野によって違う。米国は大学教育においては大学院が中心であり、大学院が設置されている大学は学部より大学院の方が規模が大きいこともよくある。 また、日本と比べて、大学学部においては、専門分野より、教養に重点が置かれていることが多く、大学院から専攻を変える人も多い。大学と同様に大学院の学費も、日本と比べてかなり高額な場合が多いが、医学などを除く、理系分野においては、ほぼすべての院生が、TA や RA をすることにより、学費が全額免除になり、 しかも十分な生活費が給付されるのが一般的である。また、多くの大学では院生には量も完備されている。学生を教えるには英語力が少し足りないという場合には、グレーディングと呼ばれるレポートの採点などのみを行う職位を設けている大学院もある。また、カナダと入学専攻制度や試験が統一化されているため、 カナダの大学院を選択肢として含める志願者も多い。アメリカ留学の次に英語圏留学先として多いのがオーストラリアである。オーストラリア留学は近年留学生ビザでも働ける英語圏の唯一の国となったことで世界中からの留学生の数が急激に増えている。大学、大学院は世界大学ランキングにおいて日本の倍以上のランキング員も珍しくなく、 教育の水準が高い中国、韓国、南米などからの留学生が多い反面、イギリスやアメリカの若者も仕事があり、自国の倍以上の時給のもらえるオーストラリアを選ぶ傾向がある。特に、イギリスとアイルランドからオーストラリアへのワーキングホリデーの数は年間5万人以上とイギリスで報道されている。アメリカ人がオーストラリアの大学に留学する人数も日本人。 留学生よりも人気が高い。学年度は2月頃から始まるが、1年のうち3回の入学時期がある大学も多く入学も卒業もフレキシブルな点も人気を集めている要因である。日本ではあまり馴染みのない一般教養のない大学システムでイギリスと同じなので、1年次から専門の勉強が始まる無駄のないシステムと言える。 三年間で卒業が可能なので、例えば一年間英語を勉強して、ILs を取得してから大学に入学した場合でも、日本の大学生と同じもしくは、それよりも早く大学を卒業することができる。またダブルメジャーという専攻科目を二つ、同時に勉強し卒業することもできるので将来に強い。専攻科目以外でも様々な講義を取ることができるのも、 オーストラリアの大学の特色である。キャップイヤーが定着しており、現地の生徒は、入学前に1年間世界旅行に行ったり、働いたりしてから入る学生もいれば、飛び級で16歳で入学する者も,もいる。また、日本と大きく違うのは、大学の半分以上は18歳や19歳で入学するが、40から50代や80代の学生も多く見られることである。 勉強したい学生は年齢に関係なく、誰でも受け入れているのも自由な風土が根付いている。卒業後は、俗に言うグラデュエーションビザという、オーストラリアの大学卒業から3年間、オーストラリアで働いても良いというビザが発給される。好きな仕事や会社を選ぶことが可能なのでこの3年間のうちに、現地企業からビジネスビザや永住ビザをもらうことも可能となっている。 留学の際に十分な英語力を示すために ILTS のスコアの提出がほとんどの大学、大学院で要求されるが、ILTS は大学付属や私立の英語学校に通うことで取得できるが、大学付属用では1年に1回の入学、採点に対して、私立の英語学校は毎月入学ができて成績が良ければすぐに進学できるので、期間と費用を節約したいものは、 私立の語学学校が推奨される。英語学校に入るためには、英語力は全く必要ないので誰でも留学ができるのも特徴。大学や大学院の学位取得のための留学だけでなく、短期留学や専門学校、語学留学でも現地で仕事ができるのがオーストラリア唯一の特徴で、2011年7月から英国では学生ビザは 大学生以外働けないと規定が変わったため、英国で働くことは難しい。オーストラリアは一部地域を除き夏時間を採用しているため、現地時間3月第2日曜日午前2時11月、第1日曜日午前2時の間は、日本との時差が2時間、夏時間が終わると1時間オーストラリアの方が、日本よりも早い。重規制が厳しく、 殺人事件の件数は日本よりも少ない。しかしすりや置き引きなどの軽犯罪は多い。日本で加入できる留学保険の場合は、その多くが自己負担はゼロであり、中には医療保障金額が無制限のものもある。2000年代の経済成長に伴い、中国から外国への留学生は増加している。年間平均は約2万5000人。 中華人民共和国から外国への完備留学については2007年9月より以上が留学生に義務付けられた。その結果、留学生の帰国率は98%となった。中華人民共和国教育部の2009年3月発表によると、改革開放以来30年間における留学者数は自費、完備合わせて139万人であり、 うち100万人が依然海外に泊まっているといい、自費留学生の帰国率が低いことが明らかとなった。留学経験者は、ウミガメと呼ばれる。当初は、語学力を武器に、高額の給与を得ていたが、次第に、語学力以外の能力も求められるようになった。そのため、就職なんで就職できないものも出てきている。中国の経済発展に合わせ、アジアを中心として、 中国への留学生が増加している。日本でも留学先として人気が高く、留学者数はアメリカに次いで2番目に多い。当然ながら国によって事情が異なるが、例えばフランスにおいては医療や教育に関する費用が税金から賄われているため、病院や大学における医療費や学費が無料であり、これは留学生にも適用される。ドイツも以前は 大学の学費が無料であったが、近年、日本の学費と比べればわずかな金額ではあるが、有料化に踏み切った。教育体制が非常に優れていると評価されることも、多いフィンランドでは、大学、大学院ともに学費が無料である。大学の学費は、イギリス県内出身の学生であれば、年間で日本円にして、一律20万円程度と決められているが、 その他の国からの留学生の場合は、年間でおよそ200万円ほどの高額な学費を払わなければならない。ただし、2004年に学費のご払い制度の法案が成立し、2006年の秋から大学の学費は、大学卒業後に一定の所得水準を超えてから支払うことができるようになった。ドイツでは、アビトゥアを持ってさえいれば、原則として、 どの大学でも無条件に入学することができる。そのため、ドイツでは、どこの大学を卒業したというのが、それほど価値を持たないため、特定の大学に学生が集中するようなことは、ほとんど起こっていないが、それでもごく特定の大学の学科などに学生が集中した年には、入学者数を制限したり、成績で合否を決めたり、個別の入学試験を実施する場合もある。 フランスでは統一入学資格試験をパスして、バカロレアさえ取れば、公立校であれば、基本的にどこの大学でも入学することができ、前述のように学費がほとんど無料である。ただし、フランスでは、グランゼコールと呼ばれる、大学とは別の教育機関の中の、名門校の方がその価値が高いと評価されることが、多く、企業の経営陣や政府上層部のほとんどが、 グランゼコール出身者で占められている。グランゼコールの学生は国家公務員扱いとなり給与が支給される。ただし、非常に狭き門となるグランゼコール入学選考のための準備をするグランゼコール進学準備校と呼ばれる私立学校の学費は高額である。途上国への留学は数少ないものの英語を公用語として話す。途上国への留学事情は 少しそれが異なる。語学学習に特化した形で、物価の安い途上国での語学留学というポジションで確立されつつある。フィジー政府では、英語のみを公用語として認めており、自国語と英語を公用語二つを定める国々とは、環境が違う。そのフィジーにおいて、廃校者を利用し、南太平洋特有のホスピタリティを売りにした語学学校が近年拡大している。 格安の生活費と学費など留学費用のため年間1500名の留学生がフィジーに語学留学に向かうようになった。ありがとうございます。